はい、どうもこんにちは。ピアソンのゆいとのんです。今日はですね、とある方からツイッターの DM の方で芸者のチーターらしき人がいたんですけど、これってどうですかみたいな。でそのチーターの内容が、動画をね見てもらったら分かると思うんですけど、足がめちゃめちゃ速いということで。なるほどなるほど。それちょっと一緒に見ていこう。俺まだ見てないんだよね。ぜひ一緒にご覧ください。どうぞ。さあこちらが問題の映像。ツイッターのあれだから普通じゃない今これは。画質が良くないけど。そうよね。なんか今んとこまだそんなになんか分からんけどな。こう下ろした。下ろしたんよ。でここおおちょっと待ってくださいこれ。あれずっと切なしてるこれもしかして。いやそう最初なんかんって思ったんやけど、しかも芸者っていうことでなんかの見間違いかなと思ったけど見て。いやはいやって待って。しかもさ、チーター相手にちゃっかり通電まで行ってるっていうのは若干すごいなって思った。すごいよね。えぐこれやばくない？超早いな。見よってよ。来るよ。来るよ。来るか？心音がするがなかなか。あれ来ない。右下。はいや。クエスチョンかっていうレベルで、足のめちゃめちゃ速いチーターが出現しました。これは黒ですね。いやー、あれとんでもなさすぎるな。というわけで今回はね、チーターのね芸者はまあいるけど、普通にやったらどんなもんかということでね、チーターを直接成敗したいんですけども、それもなかなか難しいので、普通のね芸者を使って代わりにこのサバイバー4人をぼこしていこうかなと思います。あれえぐいな。そうたまにね、そうやってツイッターで報告してくれるの見るんだけど、よいしょ OK よし。いやー、あれえぐいわ。やって何が楽しいのかわかんないけどね。てか皆さんチーターは絶対やめましょうね。この動画チーターをなんか推奨してる動画とかでは一切なくて否定してるので、皆さんチーター見かけたら速やかに通報と運営にねお問い合わせをしておきましょう。はい、というわけで、いやーメリーゴーランド、いやー俺もチーターならここに一瞬で追いつくんだろうなー。てかさ、チーター ID さみんなサバイバー通電してたのすごいよね。あ、ステーキ使って戻る。さすがに行って戻った。あ、そっちが行ったか。なるほど。さあここでぐるぐる稼いでいく。ここは刹那があるから決めていきたいけど、今回ねあれなんだよね。刹那じゃないな。メリーゴーランド対策になんだっけ、獲物をさん振ってるからあんまり板破壊をしたくないんだよな。これは板破壊するしかないか。刹那使ってた。もったいない。ボタップしました。まあいいでしょ。ってことはあれかな、多分チーターのやつの動画見たけど通電してたってことは、最初からチートを使ってさすがに5台分終わるってことはないと思うから、いないな。さすがにあれかな、普通に通電してやばいってなってからチートオンにみたいな感じのチーターがおったんかもね。よいしょ OK、 なんとか恐怖の一撃与えることができましたと。よし OK。 メリーをされたけど全然いいでしょう。よし、暗号機残り3つか。残り3つでこっから袋もありか。めんどくさいけど頑張っていきましょう。よし、そこ終わっちゃったか。こっち側にしたかったな。で、あそこの人が救助に来るかな。あれ炭鉱者だよね。でも炭鉱者多分あれって普通に左右だから救助来ない気もしなくはないんだけど、向こう側終わったか。ってことはあれか、こっち側にいるの炭鉱者だけど、じゃあ普通に炭鉱者マークしておけば全然大丈夫でしょう。さあいつでも降りてきていいぞ。さあ来るかな。多分この人が来るしかないよね。降りてくるか。降りてきたらこれでも恐怖だよねこれ。そりゃそうだわ。ここで振られたら恐怖だよ。案外こういうシチュエーションって少ないから知らない人も多いかもしれないけど、意外とこれ恐怖なんだよな。よし、OK。こっち側つってました半分超え。で、向こう側の端から、誰か一人来てるな。で、向こう側から来てる可能性もあるから、一応こっち側も警戒しておこう。ツエートの人のが今、心眼渡ってきた方。こっちが心眼が。じゃあ、ここは普通に、あれで。あわよくは救助が。この刹那の仕方はダメだ。まあ。早めに救助させて、マジシャンにつけるか。そうだよな。じゃあ普通に、心眼殴っといて、でその間にマジシャンのフクロウのねタイムを待ちつつ、炭鉱者が3磁石で粘着されたらちょっとだけめんどくさいな。からそれは避けたいけど、こっち側に逃げたか。オッケー。よし、まだいける。これはいけるんじゃない。よし OK。 危ねえ。でこっから炭鉱者が来る。でもね、来られても大丈夫よ。多分この距離だったらギリギリ大丈夫だと思う。大丈夫じゃない。全然大丈夫じゃなかった。危な。炭鉱者に一撃与えとくか。ほい OK。 よし、こうやって粘着される場合は手っ取り早く殴った方がいい時もある。よし、これトリプルダウンできたのでかいよ。今回義手もいないから暗号機も回らないでしょう。よし OK。 これでマジシャンが飛び、チートなんてね使わなくても全然やれるときはやれる、負けるときはそれは負けるけどさ、正々堂々やるのがやっぱゲームよ。特に対人ゲームはね。で、向こう側でツエトンが聞こえたから、向こう側に信号がいるのかな。てか芸者自体も動画にするの相当久々かもね。いつぶりだろう、この衣装出た時ぶりとかじゃない、下手したらそのぐらいか。この衣装なんだかんだ一番一番なんか結構さ、いろんな UR とかあるけど、それ以上にこれ使ってるわ。 SSR の名前忘れちゃったけどこれを好んで使っております。俺は特にね、やっぱりハンニャモードが可愛くて、それが好きです。これは普通に殴っちゃうか。うんだよね、だよね。普通にこれは救助無理でしょう占い師がどっかいると思うんだけどな。別にまあこれは普通に新刊つって占い師をね、ハッチ逃げされちゃうかもしれんけど、ハッチ勝負して終わりましょう。よし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 、いいぞ。芸者ね、楽しいね久々に使ってやっぱ楽しいわ。よいしょ、オッケー。で、ハッチが多分どこだろう、向こう側らへんにあるのかな。一応こっち側確認して、あそこの端上らへんを確認しに行こうか。多分あの辺でなんか耳鳴りしてたから、向こう側にある気もしなくはないんだけど、どこだろう、この辺ないな。よし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 。そう、他にもね、たまにそのチーター系の動画をツイッターで送ってくれる方がいてそれ見るのすごい、やられた方はさたまったもんじゃないけど、見るのすっごい面白くてさこんなやついるのかと思って。まあ本当にやっちゃダメですよ、何回も言うけど、本当にチーターやっちゃダメだけど、見るのはすげえ面白い。なんかね、そのダウンしたサバイバー、不当腹痛っていうか、なんかよちよち歩きの状態のいたサバイバーがすっげえ高速で動くみたいなチートも前それ送ってくれた方がいて、それも面白かったな。それもまた動画で紹介するかも。いや多分紹介しないかもしれないけどよし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 。さあ待て待て待て、よいしょ。あ惜しい。さあここでここら辺でそうそう仕留めていきたい。さあこの辺ね、今日5タップがえぐいな。よし OK、 なんとか予知することができました。よしよし、この調子でね2戦目もやっていこうと思います。さあやっていきましょう2戦目。たまにはね花嫁芸者でやっていこうかなと思います。やっぱねこっちの衣装もね捨てらんないんだよなこの衣装だってもう出たのって芸者出たばっかの時の1週間後とかに出たはずだから、もう本当に1年以上前の衣装をゲーム出たばっかの頃にしてはめちゃくちゃかっこいいよね。この衣装かっこいい、かわいいかすごいクオリティの高い衣装だなと今でも思うわ。さあここにいたアロー、これは嬉しい。よし OK やっていく。で今回野人がいるのか、野人機械技師曲芸者祭司、なるほど。あ向こう側か。よしよし待て待て待て。いやー芸者が最強と言われてたね。シーズン1が懐かしいわマジでシーズン1の頃の芸者強かったからな。なんで強かったんだろうね今考えたら。まあ、多分あれかな、普通にサバイバーの質っていうか、なんて言うんだろう、ゲーム出たばっかで、ね、そのマップ情報とかっていうのがあんまりみんな分かってなかったから、それが強かったかな。さあ早速野人がいるけど、どうしたこれはありがたい。で多分機械技師が上の方に行って、リア人がそこら辺に遊んでて、でそこに曲芸師がなんかわちゃわちゃしてて、これ曲芸師やりに行きたいな。戻ってこねえかな。あ戻ってきてる。よしこれは切なので、あ惜しい。少し視線切れされちゃったか。まあまあまあね、これはでも機械技師もこもってるしかできないし、この辺で曲芸師追っとく方がいいかも。いやーでもそこに土爆弾みたいなやつ巻かれてるから、普通にこっち側やりに行こう。おこれはありがたい。惜しい。よし、倒す。多分これは普通に板壊してから行く方が、お危ねえ旋回されるとこだったよし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 。で、ここら辺に多分ロボ出してると思うんだけどな。こっち側じゃないか、向こう側か。じゃあこの辺多分野人待機してるけど、うまくそれをね、かわしながら、向こうの椅子まで持っていきたい。あれもう来るの？それは別にされてもあんまり意味ないな。オッケーオッケー、よし、で、こう。危ねえなんとか外してくれたみたい。で、これでオッケー。野人が多分救助に来るとは思うけど、でも祭司もいるからどっちが救助に来るか分かんないんだよな。場所によっては全然祭司が来るってことも全然ありえると思うから、一度こっちら辺も警戒しておこうか。ロボどこに出てったんだろう。この辺わちゃわちゃしてると思うんだけど、待て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 。もう野人に刺激与えて、でこれで野人は足遅いからさらに枯れの効果をプラスして、もう超鈍速からの瞬間移動で、これは枯れるんじゃないか。一応こっち側で祭司が来てないことを警戒して OK。大丈夫かな、大丈夫か。ハム超えるまで俺待つぞよし OK、 これで来てないことが分かったので野人をやりに行きましょう。 OK よし。でこの間に最新救助されたけど、これはもう半分超えてるから全然大丈夫。うんどっちだ、おお最新出てきた、これはラッキーだな。別にそこで一撃殴れたのはありがたい。おおなんか曲芸師もいる。やべこれちょっと足跡分かんなくなっちゃったな。多分上登ってった感じがするよな。でこれは無理に機械技師飛びだけど追わなくて、こっち側の野人釣って救助に圧かけた方が結果的に早く進みそうってことで家賃を釣ります。地下があるんだけど、地下釣っちゃったら妻子がどっから来るかよくわかんないから、こちら辺で釣ってお茶を濁しとこうで、こうしておくことによって誰かしらがね、治療を挟まなきゃ救助に来れないっていう場面ができてるから、結果的に暗号機が進むことはロボ以外ない。で、そこに足あったの、どこ行った。これ多分妻子が地下ら辺に待機してるのかな、その可能性が濃厚だよね。でもこっちら辺にもいないもんな。どっから来るかな。あ、来てるわ妻子マジか。オッケー、間に合った。まあ救助されたけど、結果的に野人また潰せたから、全然これはいいでしょう。よっしゃ、オッケー。これ妻子も潰せた。で、妻子騎士会、あ、騎士会じゃないか、ワンタウン目か。じゃあまだ騎士会は使ってないな。よし、これで釣って、で、義士も多分救助来ざるを得ない状況でしょ。これは次飛びだから本当は来たくないけど、でも元気なのが機械技師しかいないし、これは多分機械技師が救助に来る。で、これ最悪野人がトンネルできなくても機械技師釣っちゃえば全然それで飛びだからそれで OK でしょ。で、向こうが終わらせたのが多分ロボだ。で、これ一応採取の様子も見つつ、こちらも警戒して、あ、いたわマジか、救助された。よし、オッケー。これ野人の方を先に潰せたのでかいな。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。野人がいたとしても先にね、イノシシ乗れる前に潰してしまえばどうってことはない。で、どうしようかな。妻子回復されちゃうかな。妻子が多分騎士会入ったから、その回復される前に潰しに行きたいんだけど、よしよし。で、これで野人を飛びと。で、向こう側ら辺の月ゲートの方やってないから、ああ、釣り側やってるわ。じゃあ、あそこの目の前の暗号機に飛びに行こうか。あ、揺れなくなったってことは、もしかして2人で治療しようとしてるんじゃないこれ。よし、オッケー。その予想はドンピシャでドンピシャで命中したみたいな。で、ここに多分妻子いるから、いるな。これ妻子で炙り出したいな。さあ、いつ来るさあ、まだ俺はまだ入らんぞ。いつ来る。よいしょ。オッケー、読み勝った。もう少し早めに行ったらやれたかもしれんな。まあいいでしょう。で、これ妻子の騎士会入ってると思うので放置して、曲芸師をね釣って、また機械技師に来させましょう機械技師次に飛びだからな。あの人にワンダメージ与えておきたかったな。まあでも結果的に回力が進むこともまあないので全然いいでしょう。さあ、これ釣らなくていいかな。うん、この辺に置いといて回復されないようにしておきましょう。多分この辺、あ、いた。やっぱ顔マークがあるのいいね。あと、なんだっけ、芸者最近っていうか強化が来るらしくて、今テストサーバーで強化来てるんだけど、それがね、まあ普通に使いやすい。俺もちょっとさっきテストサーバーで触ったんだけど、それがすごい使いやすくて、普通にやっぱり後ろを見てるとさ、やっぱり芸者って足遅くなっちゃうじゃん。その効果が削除されたみたいで、それだけでもね、やっぱり全然追いつきやすさが段違いに早かったね本当にもう正当な情報修正って感じで、本当に芸者の今までの良さを残しつつ強化って感じで、まあ、今後ね、芸者でもそこまで特大な強化ではなかったから、まあ、そこまでユーザーは増えないかもしれないけど、全然良かったかなと思います。 OK、 トリプルダウン。これ曲芸術ならもうおしまいかな。よしってことで、今回はね、芸者を使ってみました。よかったらチャンネル登録とよろしくお願いいたします。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あと Twitter もやっているので、よかったらフォローしてください。それでは次の動画で。バイバーイ。